私は、内山志保美です。セイスに6ヶ月通っていて、前はジェネラルイングリッシュクラスで4ヶ月やって、2ヶ月今は IELTS クラスで勉強してます。単純に人とたくさんの人とコミュニケーションが取れるツールとして英語が一番いいんじゃないかなって思ったのと、あと自分の将来を働きながら考えた時にオーストラリアの労働環境がいいっていうふうに話を聞いて実際に自分でちょっと体験して考えてみようかなと思って、そのために英語を勉強することにしました。まずもともとシドニーに行く予定が決まってたので、生活費を節約するためにアデレードを選んだっていうのも一つの理由なのと、あと結構留学生とかも多いって聞いていて、で街も静かな雰囲気っていうのは聞いてたので、勉強に集中できる環境かなと思って選びました。エージェントにいくつかアデレード内の学校を紹介してもらった時に、ここの学校が一番スピーキングに力を入れているっていうのと、あと授業中に視覚教材を使いながら分かりやすく説明してくれるっていう話を聞いたので、ここにしました。私にとっては友達と喋ることが一番楽しかったかなと思います。というのも初めて来る土地で誰も知らない状態なのと、やっぱり留学生にとっては学校とか行かない限りは友達を作るっていうのは難しい、結構機会が少ないと思うので、ここに来て友達作って、で喋りながら楽しみながら英語を学ぶっていうのがとても私には大きかったなと。私は、2つホームステイを経験したんですけど、最初は、王子の家族と一緒に住んでて、結構日本と違う感じの食事だったりとか、あとホームマザーが結構友達との遊びに私を招待してくれたりとかして、なかなかやっぱ現地の人と触れ合う機会っていうのは貴重だなっていうのを今すごい感じてるので、そういう現地の人たちと関われるっていうのはいい体験だったかなと思います。あと2つ目のホームステイ先はフィリピンのご家族だったんですけど、結構カニ釣りに連れて行ってくれたりとか、あとお父さんがバスケットボールがすごい得意で一緒にバスケットボールやったりして、休日とかも有意義に過ごせてました。私は結構いろんなところに友達と遊びに行ったりしていて、特にアデレードは結構いろんな催し物をやっていて、3月はフリンジフェスティバルっていうすごいアデレードでも大きなフェスティバルシーズンなんですけど、すごく街も盛り上がるんですけど、そういうところに行っていろんなショーとかマジックとか見て楽しんだりしてました。あとは日常的だと芝生に行って寝っ転がるのが私はすごい好きで、もともと東京に住んでてあんまり自然と関わる機会はなかったんですけど、こっちに来てすごい自然の素晴らしさを知りました。すごい気持ちいいので、今ちょこちょこリフレッシュするために寝っ転がったりしてます。オーストラリア、こっちに来て実際住んでみて感じたのは、やっぱりオーストラリア英語圏なので当たり前なんですけど、やっぱここは学んできた英語を実践する場だなっていうふうに思うので、やっぱできる限り英語は勉強してきた方がいいなっていうのはすごく感じました。で、今でももっと勉強しておけばよかったなって思うこともあるんですけど、それでもここに来る前に中学の英文法とか復習したりとか、ちょっと喋る練習とかはしてきたので、それは本当にしといてよかったなって思いました。あとは勉強もそうですけど、何事も自分から行動するのと、あと
自分のやりたいこととか探してることとかそういうのを発信するのがすごい大切だなってすごい思ってて、でポロッと自分で出したなんだろうやりたいこととかを誰かが情報を拾ってくれて自分になんか機会を与えてくれたりとか、なんかそういうのがあるので、自分のやりたいこと発信するのはすごい大切だなって思いました。